コーリン、練習してる。残念ながら。コーリン練習してる残念ながらコーリン練習してるで思ったよりちょっと苦戦してる <laughs> めんどくせえなと思って一部のキャラにはいけるけど一部のキャラ普通にめんどくせえなと思う暇な時ランクマやってるよまだ2030試合ぐらいしかやってないけどちょいちょい練習してる まあやってみると意外とねあのー、まあうまくいかない部分とかも出てきててあ,あこういう部分がやっぱ苦手なんだって思ったりとかするねうんそれは出てくるコーリンはね自分から攻めるのが苦手だねだから川野とかがステップ多いのはそういうこと踏み込んでって何かをするっていうのもやっぱ苦手すごい。 下がってく相手に対してやることがそんなにないんだけどただその運び込んとかがすごすぎて相手はちょっと殴り合うしかないみたいな感じになるうん桃地氷に強かったと思うけどなんでやめたのか孫さんは飽きたんでしょ飽きたんだと思うよそんだけ飽きたし桃地はもうなんつうの欲しがり欲,欲しがりさんになっちゃったもうなんか強い 強いって言われてるキャラで勝ったとしても勝ってたとしてもなんか満足できない <laughs> 強いって言われてるキャラで勝ってたとしても満足できなくなっちゃったからだからちょっと弱めのキャラクターとかあの想定外のキャラクターを使ってたりとかしたりとか、まあ、もしくは 光林とかって強キャラでやっぱ川野だったりとか水派だったりとか強いプレーも育ってきたから対策されやすいだからその桃地のやり方ではきついんじゃないかなっていうふうに桃地が判断したで3パターン目が飽きたまああんまり面白いキャラじゃないかもね確かにうんまあこの3つのうちどれかだと思うけどね まああのね3つ,の3つ目が濃厚だと思うよ3つ目が濃厚だと思うあフェイロン極めた孫さんみたいな、まあそんな感じあ、俺結構飽きたもんあれフェイロン、うん、つまんないんだもんフェイロン面白さが大事まあ確かにね剣とか面白いしね剣は結構面白いと思う それでヤンに行ったんだけどヤンが予想以上につまんなくてびっくりしたけどね根本もねゆりアん飽きたって言ってたねうん孫晶見て早くやめてくんねえかなって思ってそう <laughs> いやまあまあ何人かあれスパーリング誘われますよヤンつまんないよあれマジつまんないあれ 虚しくなるあのキャラやってて虚しくなるあキャラが弱いとキャラなんかそんなにつまんなくなるんだと思って理不尽さを感じるんだもん対戦してていや火力なさすぎでしょいくらなんでもやんは <laughs> トキンスって飽きってあんの いや、飽きたんだと思うよ。豪輝は。豪輝は飽きたんだと思うよ。飽きたんだと思うけど、キャラが強かったらつ使ってたと思う。うん。キャラが強かったら、まだまだその、強いキャラともに渡り合えるし、うわ、このキャラまだまだやることあるわーとか言いながらや,やってたと思う。 でもキャラが弱くなったから飽きたっつって、合気でやることはやり尽くしたっつってやめたんだと思う <laughs>。てか、ユリアン見つけたしっつって。時々勝つことが大事なんですよ、あいつは。本当に。あいつ勝つことが本当に好きなの。一番何,何が大事かって、勝つこと。いや、マジで。だって KF とか見ても分かるじゃん。KF13 とか強いキャラ見つけたら次、次強いキャラ行って。 あ、これチ,チンゲンサ最強だわっつって言ったらチンゲンサー行ってみたいなキム・カファン最強だわキム・カファン行ってもうずっと強いキャラばかりしてるじゃんで KF13 の大会が終わった時に実は本当は俺このキャラが好きなんすよっつってデュオロン使ってたぐらいしかもそれもあのその後別に13はやらないっていう <laughs> 本当に好きなキャラはデュオロンなんすよっつってデュオロン大会で一回も出すこともなく終わったっていうね 基本的にあの勝ちたがりだからそこはもうぶれないあそうジョーとかデュオロンが好きなんだっつってよく使ってた大会で使うことは一回もなかったけどその 2, 2キャラが好きみたいプロとしては正しい姿うーんてか何をもって正しいっていうのかてか正しい道なんて決まってないから別におののが好きな道でいいんじゃない 別に勝つことも正しいと思うし楽しむことも正しいと思うしキャラクターにこだわりを持つってことも正しいと思う、うん、結果的にファンが熱狂できればそれでいいんじゃないかなと思うそれが一番正しい姿なんじゃな、ね、いだからその強キャラ使ってがっかりする連中とかもいるかもしれないし、うん、まあ多数派はどれかだよね、うん、多数派はどれか っていうのが分かんないから結局自分の好きなようにやるって感じじゃないかなまあその中でもね梅原は結構好きなキャラ貫き通すタイプかなうーんスト4の時に龍は結構すげえなと思ったあれマジであれはすごい龍でウルフォーまで行くのはすごいと思う あれマジですごいと思うあ。しかもあそこまで勝つのは。あれはすごい。あれは職人。まあでも、スト4はまだ勝ちやすいけどね。いやでも、スト4の時の梅原はマジででもすごかったと思うけど、まあスト5、まあ竜やって、まあ竜を貫き通そうと思ったけど、キャラ弱すぎて、やっぱり無理ってなるんだよね。無理ってなるんだよ。キャラ弱すぎると。 だストフォーのリュウはそこまででもなかったんだと思う、まあいい感じのポジションガイルはそこまでは弱くないかなウルフォーとかの竜よりは弱くないまあてかウルフォー殺意だけどねてかあいつユンも使ってたじゃねえかよユンも使ってたじゃねえかあいつ ユンも使ってたし殺意も使ったしまあいろいろ使って殺意だったら許されると思うんだよねとか言って最強キャラ使ってたからなそうだよウルフォーあいつ殺意だったじゃねえかよいや記憶戻っちゃったなみんな洗脳解けたあでもねあの A2012 とかは結構丸いゲームで実は <laughs> まあ上結構飛び抜けて強かったんだけどフェイロン号機キャミーかな この3キャラがもう飛び抜けてもうこれ絶対3強だと思う A2012 はでも俺は一番面白いと思っててまあ俺はその3強のうちの1人を使ってたからってのもあるかもしれんけどでも他のキャラクターも結構やりようがあっててえっ、ー、と15強ぐらいまであったの多分あのゲームで15強ぐらいまで結構戦えていろんなキャラやることがあったねその中にギリギリ龍がいるかな ギリギリ、ギリギリ流ギリギリ流こ俺なんだっけかな ?A2012 の最後らへんにさ、そうなんか結構フードとかで梅原買ってたらしくて、フェイロンに。フェイロンに買ってたらしくて、まあこれ自慢エピ,エピソードなんだけど、俺ね、 この組み合わせ結構もう有利かなって思ってきたんだよっつってあじゃあやってみるっつって俺が死ぬほどフルぼっこにしたのそしたらうんやっぱ無理だねっつって言ってた <laughs> <laughs> っていうエピソードはあったね <laughs> うんやっぱ無理だねそれは表に出ることなく終わったけど対しての対してのなんか数試合とかで <laughs> 終わったまあそれ以降リュウ・フェイルは見ることはなかったな 俺結構流星うまかったんですよ。